こんばんは。9月25日水曜日のバッハプラザです。今日は県内雲が広がり、最高気温が25度に届かないところも多く、ひんやりとした一日となりました。また雨がポツポツと降る時間帯もあり、先日までの暑さが本当に信じられない、そんな陽気、秋の陽気がここのところ続いていますね。ただ明日はまた気温が上がりそうということですので、寒暖差どうぞご注意ください。県内公営競技の開催、今日もありませんでしたので、バッハプラザ特集をお送りいたします。今晩は川口オートとボートレース戸田の特集になります。まずは川口オートの特集からお送りしていきましょう。6月24日から26日にかけて行われた普通開催を振り返ります。 VTR どうぞ。6レース予選競争スタートしました。20メートル線ではほぼ同体であります。相当から4番竹内が好スタートを切りました。1番の兵藤博和がまずはレースをリードします。塚本が接近、早くもリコーナー立ち上がりではトップを狙いましたが、ここは兵藤がこらえています。3番手竹内、4番手に石橋、その後ろでありますが武藤博臣が秋田を叩いています。そして最終班から佐藤裕二が先手、今7番手の位置。競争は2周目に入りました。兵藤博和が逃げています。2番手に4番竹内が早めに上がりました。さあ武藤博臣、インコースから塚本石橋をまとめて料理。3コーナーでは3番手、最終班の2人も着々と前との距離感を縮めにかかっています。残り4周回、ここで3番石橋の内を潜り込むようにして佐藤裕二、今4番手に上がっています。逃げるのは兵藤、追って2番手から竹内、インコースをめがけるのは武藤博臣、さらには4番手佐藤裕二、じわっと前線に追いついてきています。さらには8番の山田も上位争い加わってまいりました。残りは3周回、1コーナーでは竹内のインコースを狙った武藤博臣、ここでくるっと小回りから2番手、さらには先頭の兵藤を捕まえる。佐藤裕二もついていく。8番の山田は現在5番手の位置。インコースを狙って佐藤裕二が、さらには2番手の兵藤を捕まえた。山田もついてくる。残りは2周回終盤戦です。武藤の勝負、佐藤裕二2番手の位置、山田も内側潜り込むようにして3番手に上がった。前輪かかった佐藤裕二、抑え込む武藤がわずかに先頭だ。武藤が先頭だ。ぴったりマークの佐藤裕二、ちょうどその差は1写真ぐらい。ここで前輪をかけるか、まだかからない。残り1周ブルーフラッグを通過しています。最終班の2人にマットをかける武藤博臣、武藤が先頭だ。佐藤裕二、いやーこれはちょっと届きそうもない。3番手が山田、最終コーナーに向かっています。武藤先頭だ。佐藤裕二、山田達也、最終班の2人を従いまして武藤博臣が先着。準決勝スタートしました。おっと7番のスタにスタートを空回りしてしまいました。最終班のスタート争い、ギリギリいっぱいいっぱい内側から大木光が先手を取りました。そして 20m 線も枠なり、篠崎みどるが相馬の内を狙います。先頭は1番の深澤隆、2番手相馬、内側から篠崎が捉えました。ここで2番手に篠崎みどるが上がっています。大木さんなんて競争は2周目に入りました。1番の深澤の主導権、篠崎みどるにくるっと小回りから大木がさあつけ込んでくるが、ここで入ってきました。3コーナー中段4番手には山田正弘を攻めに行った佐藤裕二、ギリギリバイクを止めました。小林瑞希は6番手、残りは4周回、もう一度4番手攻めに行った佐藤裕二、ここはしっかり山田を捉えました。さあ先頭争いは深澤のインコースから5番の大木光入ってまいりました。3コーナー大木は先頭に立っています。3番手で構えている篠崎、懐が甘くなった。佐藤裕二が睨みを浮かせる。さあ胴体並んでいる、並んでいる。一本へかない競争でインコースからこじ開けるようにして3番手に佐藤裕二が上がった。さらには深澤のインコースに前輪をかけようとしています。さあどうか、ぐーっとインコースから力強くさばいて佐藤裕二2番手の位置、小林瑞希も上がってきています。ホームがあれば深澤のインコースを捉えました。残りは2周回終盤戦です。大木は完全にリードを作っています。2番手の勢は佐藤裕二と小林瑞希の勝負、その差は1写真半ぐらいであります。ぐーっと外から、さあ佐藤裕二にアプローチするのは小林瑞希、仕掛けられるかどうか。壁を作る佐藤裕二、内をべったり、外から小林瑞希、強烈なまくり、いやいやまくらせない佐藤裕二、意地の意地と意地のぶつかり合いでありますが、佐藤裕二が2番手抑えました。小林瑞希は3番手、先週コーナーに向かっています。大木先頭だ。佐藤裕二、小林瑞希、まもなくチェッカーフラッグ、大木は2位、この辺でゴールイン。
雲行き怪しくなってお天気心配されましたが、最後の優勝戦まで持ちました。3日間の短期決戦、いよいよ優勝戦です。ハンデゼロは1番伊藤麗、40メートル梅内美希代朝霞潤、5台並びの50メートルは大木光、佐藤雄二、藤岡和樹、松尾博文、黒川京介、以上の8名による対戦です。ここは外枠から人気、1番人気は黒川、2番人気が松尾、さらには左右内4番大木も人気。優勝戦かなり人気が分散、3連単でも1番人気は30倍というオッズ。5秒を切ります。3秒前、第12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロ伊藤好スタート、最終班は藤岡遅れた、インコースから大木、さらには佐藤雄二、うわインコースからうまく梅内を叩いた大木、その上を行こうというのは5番佐藤雄二、さあ並んでいる、インコースからこらえました大木、最終班から大木が主導権を握っています。黒川京介が現在5番手あたり、その前には佐藤雄二が立ちはだかる展開、2周目に入りました。先頭は伊藤麗であります。序盤は大逃げを打っている伊藤麗、2番手朝霞潤、3番手大木、4番手佐藤雄二、差がなく8番黒川京介が続いて5番手、最終ハンデ勢5人のうち現在大木、佐藤雄二、黒川が接近戦、残りは4周回、大木の内を指していくのは佐藤雄二、佐藤雄二が切り込んでまいりました。黒川に道があるのか、おっと滑った大木、今4番手の位置、先頭は伊藤麗であります。2番手朝霞潤じわっと接近、3番手5番の佐藤雄二、4コーナーを立ち上がりまして、残りは3周回、伊藤のリードが少なくなってきました。朝霞が迫り来る、先頭2番手の間隔は2写真半と縮まってきています。3番手佐藤雄二、4番手黒川京介、さあ先頭の伊藤麗に追いついた朝霞潤、朝霞がここで伊藤を狙うか、ずっと滑った、残りは2周回終盤戦、その一滑りを見て見逃さなかった佐藤雄二、さあインコースから並びかけて、ここは佐藤にとっての勝負どころ、一気に突き抜ける3、4コーナーのカーブ、佐藤雄二が先頭に立っています。2番手朝霞、3番手黒川が上がるのか、伊藤も粘っている、先頭は佐藤雄二、朝霞2番手の位置、3番手伊藤と黒川京介の争い、最終コーナーに向かっています。先頭は5番の佐藤雄二であります。2021年11月以来およそ2年7ヶ月ぶりの優勝ゴール、佐藤雄二、12レースの優勝戦、朝霞が2番手で一滑りがあったところを見逃しませんでした。佐藤雄二通算20回目の優勝ゴール。2021年11月以来2年半ぐらい遠ざかった優勝の美酒、今日は酔いしれてください。3番手ゴールは粘った伊藤麗。第12レース優勝戦、まだ確定はしておりません。確定するまでしばらくお待ちください。もう一回いきます。ありがとうございます。お一人のいただきです。はい、すいません、取ります。はい、チーズ、もう一枚いきます。はい、チーズ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
すがだよ。みんなのおかげで回してもらって。美味しそうだな。さあ、イベントホール、どうやら表彰式はこの後始まるようです。今大会を制したのは佐藤雄二選手。およそ2年7ヶ月ぶりの優勝ゴールとなりました。ではその佐藤雄二選手の表彰式ご覧ください。おめでとうございます。それでは見事優勝しました佐藤雄二選手にはまず最初に花束の贈呈がございます。おめでとうございます。それでは佐藤雄二選手にお話聞いていきましょう。改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございます。通算20回目、およそ2年半ぶりの優勝となりましたけれども、いかがでしょうか。いや、正直今日はちょっと、まあ、優勝厳しいなと思ってたんで、はい、びっくりしてます。まず試走が 3.34 でしたけれども、あの試走の時点で手応えはありましたか。そうですね、気温高い割には、まあ、タイヤもグリップしてくれたんで、まあ、あと展開次第かなと思ってました。それではレース振り返っていきたいと思います。スタートご自身でいかがでしたでしょうか。そうですね、50メートルだと角度ついてるんで、まあ、加賀谷にももう外気にしないで普通に切れば大丈夫と思いますよって言われてたんで、まあ、あと動きだけどっちが先行くかなと思ってましたけど。その道中ですけれども、あの大きい選手の次4番手につけましたけれども、その序盤の展開というのはいかがでしたでしょうか。そうですね、あの大きい選手もインコース厳しいんで、まあ、向こうがミスしないとちょっと抜くの厳しいかなと思って後ろつけてたんですけども、まあ、うまいこと一発でいけました。はい。ラスト2周目でですね、伊藤玲選手、そしてあの浅川選手を2台まとめてさばきましたけれども、あの辺いかがだったんでしょうか。そうですね、伊藤さんもペース良くて、多分浅川さんもちょっと攻め迷ってた感じだったんで、おそらく浅川さんは外振って中行こうとしたんだと思うんですけど、まあ、ちょうどその時後ろいたんで、もうそのまま行っちゃいました。本当に見事だったと思います。ゴールした瞬間のお気持ちをお聞かせください。いや、前回ちょっと落車して迷惑かけてしまって、仲間にバイクがエンジンいろいろ直してもらいながら、ちょっと不具合というかやっぱり良くない部品がちょこちょこ見つかって、みんなで直してもらって、ただもう急に良くなったんで、まあ、みんな仲間のおかげです。ゴールした瞬間のお気持ちというのはいかがだったんでしょうか。いや、特にあら勝っちゃったなって感じですね。はい。ウィニングランいかがでしたか。はい、なんか今実況でなんか2年何ヶ月ぶりって聞いたんで、まあ そんなしてないんだなと思いましたけど、まあたくさんのファンの方が、声援してくれたんで、まあ嬉しかったです。次節は7月4日からの浜松のレースとなっておりますので、改めてファンの皆様に向かって意気込み一言お願いいたします。はい、浜松でもちょっといい走りして、いい状態でキューポラに戻ってきたいと思うんで、また応援よろしくお願いします。見事優勝しました佐藤雄一選手でした。おめでとうございます。介護長とポジ YouTube です。優勝おめでとうございます。おめでとうございます。いや、久々の優勝となりましたけど、優勝ってどうですか。久々ですけど、いや、もう随分勝てなすぎて、結局優勝するぞっていう感覚があんまなくなってきちゃったから、うん、まあ無事走って結果何着だったら何着だったかななんて思ってたけど、まあ今日は3番手だったあたりでちょっと気合入ったけど、じゃあもう A さんが思うその勝因というか勝負どころ、優勝戦のどのあたりになりますか。やっぱりちょっと大きいとコース被るとこがあるから、うん、光のとこ一発でいけたのがちょっと大きいかなと思います。で、まあ、前節落車があって、うん、で、まあ、今節というところで、うん、まあ、あの表彰式でも仲間にいろいろ手伝ってもらったというところで、はい、もう万全な車は状態だったんでしょうか。そうですね、前回直しで、それでまあ落車の影響ないなと思いながら、初日、昨日と、やっぱり細かくちょっと落車の影響が見つかって、それの中でもなんとか決勝乗れて、そういう部分が解消されて今日レースに臨めたんで、まあ、
結果状態はいい状態でレースを臨めたと思います。で、まあ次、浜松走って、で、またキープラ、うん。ナイターっていうのは、まあ、どうなんでしょう、動き的には。いや、やっぱり、冷えた方が走りやすいと思います、この時期で。なので、まあ、昼よりはナイターの方がいいかなと思いますよ。はい。じゃあ、キープラは期待してもよろしいでしょうか。いや、まずその前の浜松頑張ってきます。はい。では最後にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、なんか久しぶりに優勝できたんで、ちょっとこのまま、流れを止めないように、一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。1着5番、2着3番、3着1番以上でございました。川口の佐藤雄二選手が優勝を飾りました。この優勝戦3連単がすべて30倍以上とかなり人気が割れた一戦でした。その中で佐藤雄二選手がハンデ50から好スタートを決めて道中追い上げ、逃げる伊藤玲選手と浅香純選手を捉えて優勝。2021年の11月以来2年7ヶ月ぶり、通算20回目の優勝となりました。ちなみにこのレースは3連単が8万円を超える高配当、荒れた優勝戦ともなりました。佐藤選手ですが、先日の特別 G1 共同通信社杯プレミアムカップに出場していたんですが、準々決勝戦で無念の落車となりました。今後はあさって27日から始まる川口開催に参戦予定。また来月ですが、川口ダブルヘッダーや SG 日本選手権オートレースにも参戦予定ということで、今月から来月にかけて川口開催続けて参戦が、予定されています。今年50歳を迎えられた佐藤雄二選手、引き続きご注目ください。ここまで川口オートの特集をお送りいたしました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。